自分は今高3男子です無能です心配性な性格なのにそれを改善するための努力はできません今まで行動しなきゃいけないと思いつつも努力は一切できないままあのままで生きてきました心配の押しつぶされそうになっているの努力ができません長所と言い合われる部分は学級委員会の出刑をしていることとコンビニバイトで店長に気に入られることぐらいです怒られるのが苦手なもんで店長の嫌いになっているわけですが自分を変えるため何をすればいいでしょうかまあでも努力ができるかどうかも遺伝なんで あの努力の遺伝子というのがあるというのが結構言われていてなのであの心配性で努力ができないっていうのは多分もうそういう性格ですと。なのであの心配の源を多分考えればいいと思うんですよね。 で、その心配だから、そのじゃあ、先生、あの、コンビニバイトに言われた通りや、その店長に言われた通りやってるっていうのであれば、た分あの、ちゃんとした塾に行って、すげえ怒るタイプの塾に行けばいいと思うんですよね。で、その宿題やらないと怒られるとか、点数が低いと怒られるっていうので、その怒られるのが怖いから勉強するっていうのをやると、結果的にあの、いい大学受かると思うんですよね。あの、僕、中学の時に怒るタイプの、 塾に行ってたんですけどで、結局僕怒られてもあんまり宿題やらない子で、最終的にあのその塾の国語の先生に首絞められて辞めたんですよね。<laughs> あの、お前なんでそんな宿題やってこねえのみたいなこと言われて、なんかその宿題をやるという習慣が僕の中になかったんで、なんで、その、まあ、できないっちゃできないんですよ。 なので、はいあのその、僕は怒られるっていうのがあんま全然気にしないタイプなんですけど、まあ、怒られるのがあの気になるタイプの人はそういうあの怒るタイプの塾に行くといいんじゃないかなと思います。